LP アンテナ2008年撮影 252,400MHz の対数周期アンテナ対数周期アンテナはアンテナの一種である。ログペリオディックアンテナ、ログペリ、LP、ルプラとも呼ばれる。使用可能な周波数帯域が広く、鋭い指向性があり、多数のエレメントを持つアンテナである。インピーダンスと放射の特性は、霊気周波数の対数関数として、 規則的に繰り返す。しかし、このアンテナの交代規制は、対数周期形状自身によって、生ずるのではなく、自己補体アンテナの低インピーダンス性に基づいて、誘導されたものである。対数周期アンテナは、自己補体アンテナに変形近似を施した、変形近似自己補体アンテナの一種である。ヤギ、歌アンテナと似た構造ではあるが、原理は、全く異なっており、 隣り合うエレメント同士を逆位相に給電する。これは交差給電と呼ばれており、自己補体アンテナの折りたたみ変形による必然的な結果として得られるものである。隣り合うエレメントの長さと間隔は対数関数的に増加している。しかし、IEEE、e、の電気、電子用語の標準時点によれば、対数周期アンテナのインピーダンスと放射特性は、 対数周期的に変化を繰り返すアンテナであって、ブロードバンドアンテナにはなり得ないアンテナである。このような状況にあるので、用語の乱用による混乱は避けるように注意すべきである。ありがとうございます。